スティーブンソン軍はアメリカ合衆国のイリノイ州にある軍。2010年の人口は47,711人で、軍庁所在地はフリーポートである。全域がフリーポートショート試験の県内にある。1837年にジョーデービース軍とウィネベーコ軍の各一部を取って誕生し、イリノイ巡州の将校であったベンジャミン・スティーブンソン大佐にちなみ名付けられた。 国勢調査局の調査では総面積1462.6平方キロで、うち1461.2平方キロが、陸地総面積の0.10%に当たる1.4平方キロが水計である。県都近郊の田園風景2000年の国勢調査時点で、この軍には48,979人、 1>, 1万9785世帯、1万3473家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり34人で、平方マイルに換算すると87人となる。住居数は2万1713件で、1平方キロあたりに15件が立っている計算になる。住民のうち白人が89.29%、アフリカ系が7.68%、 ネイティブアメリカンが0.15%、アジア系が0.68%、太平洋諸島系が0.04%、その他が0.63%、根結が1.53%、ヒスパニックが1.53%を占める。45.0%がドイツ系、7.2%がアメリカ系、7.0%がアイルランド系、6.3%が イングランド経営である。19785世帯のうち30.7%は18歳以下の子供と暮らしており、55.4%は夫婦で生活している。9.5%は未婚の女性が接待種であり、31.9%は家族以外の住人と同居している。27.6%が一人未世帯で12.6%を 独居老人が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.43人、家庭の構成人数は2.97人である。住民のうち25.2%が18歳以下の未成年、7.6%が18歳、以上24歳、以下 27.、27.5%が25歳、以上44歳、以下 23.、23.3%が45歳、以上64歳。 以下、1 6 4が65歳以上となっており、平均年齢は38歳である。女性100人に対し男性が93.1人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては90.3人いる。1世帯あたりの平均収入は4万366ベ米ドルで、家族あたりでは4万8510米ドルである。 男性の平均収入は36,300ベイドル、女性の平均収入は24,238ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は19,794ベイドルとなる。総人口のント、家族のント、十八歳以下の子供のント、および十五歳以上の老人のントは、 貧困戦以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。